久保さん昨日か昨日ちょっと面白いことがあってですねライブちょっと久しぶりにやったんですよ一般公開のうんあのー、その勤務研究所の有料の番宣で無料枠で,でそしたら3年前のねお客さんがお客さんっていうか3年前、えー、僕の発信を見てた人からチャットが入りましてあの当時はね あのただのハゲチャビで詐欺師でうさんくせえなと思ってたけど今は認めざるを得ないと <laughs> お前を認めざるを得ないっていうね <laughs> いただきましてあ,ありがたいなと思ったんですけどあのまあな何が言いたいかっていうとまあ続けたからですね単純に <laughs> そう。だまあ久保さんもね、まあ、腐るほどそういう事例あると思うんですけど、まあ、当時はね久保さんのことをなんかうさんくせえなとか思ってねなんだって見てたけどあそっかちょ入ってみたいですみたいなね <laughs> まあいっぱいあると思いますけどねこれ何で起きてるのかっていうとみんな続かないからです例えばベンチマークしてた人更新止まるみたいなね結局久保さんと僕しかいないみたいなね 結局見てる発信みんな止まるなみたいな <laughs>。追いかけてた人があの追いかけられなくなるっていうね。この現象ですよね <laughs>。だから結局はやっぱあの、どんな状況でもやっぱ続けていくっていうことが、まあもうセンターピンとして大事かなと思いますね。で、なんでこれが大事かっていうと、あやっぱね、発信するのにコストがかからないんですよ。 だから続けられるってのもあるんですよね。久保さんとか僕もそうですけど、久保さんもね、あの、一発の動画をアップロードするのに1000万かかります。続けられないですよね。えー、久保さん、葬資金いくらんねみたいな話じゃないですか。一発アップロードするのに1000万みたいな。ここタイトルいいっすね。<laughs> 一発は1000万みたいな。<laughs> 一発1000万。どうすか。でも、何か大きい事業をやるってなったら、一発1000万ぐらいかかるんですよ。 渋谷の一等地でね、なんか事業するって店舗構えるって1000万じゃ効かないですよね。え、そうじゃないですか。<laughs> 旗あげる。一発大きいことやるって言ったら、銀行からもう何千万の、もしくは何億円ですよね。もしくは何兆。何兆は無理か。何億円っていう融資を受けたりとかしてる企業いっぱいあるじゃないですか。大きいことやるために。だからソフトバンクなんかもうすげえあれだと思いますね。いろいろ金引っ張ってきてると思うんですけど。だからまあ、 続けられるは、ただだからですね。<laughs> で、ただだけど続けられないっていうね。これ何なんですかね。はい。いってらっしゃい。